前日6月25日のバースデーメッセージありがとうございました。そしてその翌日である今日2021年6月の26日に私がこの日本武道館の前にいるのはなぜだか分かりますよね。プロレスファンなら今年が節目の年でもあるこの記念すべき 6.26 が何の日か知らない人はいませんよね。答えはこの後のプリンスニュースをご覧ください。ここでプリンスニュース。インスタグラムをご視聴の皆様こんにちは。私、日本のプロレスラー兼 YouTuber、プロレス王子の三本です。さて皆さん、本日、2021年6月の26日は何の日でしょう？今から45年前の1976年6月の26日、あの日本武道館で新日本プロレスのアントニオ猪木対モハメッド・アリが異種格闘技戦を行った日です。私の誕生日である6月25日の翌日ということで、5年前の2016年6月の26日にはあの名勝負からちょうど40年が経過し、猪木アリ戦の40周年記念制定パーティーに私は参加しました。そして今日2021年6月の26日はあの猪木アリ戦からちょうど45周年日です。本当だったらね、5年前のように華やかな制定パーティーなど、またあの豪華著名人たちとあの45年前のあの日を祝う華やかなパーティーなど行って、その映像を皆様にお届けしたかったです。でも残念ながら今は新型コロナウイルスの影響によりまして、なかなか思うようには進まない、そんな悔しい日々が続いておりますが、でも皆さんいいですか、あと5年後の2026年6月の26日はちょうどあの日、1976年6月の26日、日本武道館大会のアントニオ猪木対モハメド・アリ戦からちょうど50周年、半世紀が経過しますよ。その日はですね、皆様にどうかそんな良い素晴らしいパーティーに参加して、その映像をお届けできるように、そんな日が来ますように、今はただただひたすら皆さんと一緒に新型コロナウイルスに打ち勝ち、そして終戦するその日をひたすら待つだけです。どうか皆さん、この辛い世の中を一緒にみんなで手を組んで乗り越えていきましょう。俺、YouTuber だけじゃなくて、これからは本気でインスタグラマーも目指しちゃうぞ。皆さん、改めましてこんにちは。プロレス王子の三本です。今の映像をご覧になっていかがでしたでしょうか。答えは、1976年6月の26日、新日本プロレス、ここ日本武道館大会で、燃える闘魂、アントニオ猪木対モハメッド・アリによる、異種格闘技戦が行われた世界格闘技の日なんです。あの日から今日で45周年記念を迎えたということで、記念にインスタグラムに先ほど映像を投稿させていただきました。皆さん、これからはインスタグラムにもじゃんじゃん投稿していくので、そちらの方もぜひご覧ください。それでは本題は愛の貧乏脱出大作戦、兵庫県の番組指定コンビの回ですね。1999年に放送されて
2020年の撮影模様ということで、番組放送から21年後の現状は、勝則は残念ながら途絶えてしまってましたね。リクエストしていただいた方、残念でした。しかし達人店のレイブドシェフの方は、あれからまだ達人は現役で今も頑張られておりました。なので達人のお店に早速出向きますが、その前の予告の段階で結構いい情報を聞けてしまうので、これがもう本編のような感じで満足してお腹がいっぱいになる人もいるかもしれません。しかし本題は、今回のこの予告でも聞けなかった、番組では知ることのできない名シーンの貴重な裏舞台も聞けました。なので予告で満足できても、絶対に本編まで気を抜かずについてきてくださいね。それでは間もなく始まりますが、始まる前に一言だけ言わせてください。私プロレス王子光本は、目指せインスタグラマー。ありがとうございます。レイブドシェフでございます。もしもし。はい、あ、初めまして。私、東京の光本と申しますけれども、はい、本日ですね、佐野様いらっしゃいますでしょうか。少々お待ちください。はい、勝則さんをね、リクエストしていただいた方。もしもし。もしもし。お名前もう一度よろしいでしょうか。光本です。光本さん。はい。はい。はい。勝則をリクエストしていただいた方。さあ、あの当時のことを聞きますよ。モンタニさんのね、あの不器用っぷり、シュークリームをかき混ぜる時のね、アホ抜かせ。あ、もしもし。はい、佐野です。あ、はい、はじめまして。私、東京の光本と申します。はい、はい。はい、ですね。はい。今度、僕、2月の8日から大阪に行くんですね。はい、はい、はい。はい。なので、ちょっとお時間あったら2月の10日とか11日あたり、ちょっと寄りたいなと思ってるんですけど。はい、どういったあれでしょうか。ですね、まあもちろん僕、はい、シュークリームもすごい好きで、甘いものとか結構好きで食べたいのもあるんですけど、せっかく行くならちょっと佐野さんにお会いしたいと思うのがですね、あ、そう、はい、まあ、ご用件っていうのが、はい、私今35歳のものなんですけど、はいはい、中学生の頃に尼、はい、崎から修行に来た愛の貧乏脱出大作戦でテレビでやりましたよね。ありました。はい、はい、僕番組を視聴者で毎週見てたんですよ。あ、そうです。そうです。で、達人として出たんじゃないですか。そうです。はい、尼崎から来たモンタニさんっていうちょっと不器用なね、ちょっとがむしゃらに頑張るだけのね、あのアホ抜かせって言ったのがちょっと僕印象的で、やってますよアホ抜かせって言ったのが、はい、で、あれもネットでまた出たり最近まあ、ごめんなさい。それはまあいいとしましてですね。はいはい、で、まあ僕、番組って毎週見ていて、今番組って終わってしまったじゃないですか。はいはいはい、でも番組って視聴率が 15% とか超えたりして、すごい大人気の番組だったんで、全国には結構そのお店がその後どうなってるかなって気になってる方って多いじゃないですか。はいはい、だからその方たちにその現状を伝えるために、私、YouTube をやってるんですよ。なので他のお客様に迷惑にならないようにはしますので、ちょっとまあ、当時番組ので教えたシュークリームとかちょっと食べたり、ちょっとまあそのシュークリームのあれをちょっとか、お店のね、そのまあそういったものを撮ったりとか撮影をしたりとか、ちょっとできたらその現状を届けたいってことで、当時の修行のこととかをちょっと佐野さんにも聞きたいなっていうのがありまして、はい、はい、はい、ちょっとそれでなんとか、はい、お願いしたいかなと思うんで、なんでかと言いますと、その僕 YouTube で今その愛の貧乏のその動画を YouTube でアップロードしていて、でユーザーからそのシュークリームの修行をした勝則さん
のちょっとあの現状を知りたいので、ちょっとあのいなくなったよ。そういやそうなんですけど、はい、だからそれいなくてわからないので、はい、もしあのあれでしたらそのまあ佐野さんに当時のことを聞いてちょっとお届けしたいなっていうのがありまして、なんでかって言いますと、その今も言ったんですけど、そのちょっと YouTube のその番組視聴者のユーザーの方で勝則さんとか、その当時のその勝則さんのまあ当時の状況とかを知りたいので、ちょっとあの行ってほしいっていう、撮影に行ってほしいっていうご依頼をちょっと受けてるんですね、リクエストを。なのでそれにちょっと答えたいっていうのがありまして、はい、2月10日か11日かに行きたいかなと思ってますね。あの10日はね、僕ちょっと中学校で あのお菓子を教えなかった。あ、はいはいはい、それがちょっと来てるんで、はい、ちょっともう時間が限られるけども、はい、11日は行ってます、ね、あ、そうですか。あのまあ、あのじゃあシェフは何時頃にいて、でしかもお店がちょっとまあアイドルタイムとか暇な時間が多分いいと思うんですよね。あのまあ相手にもしやすいですし、まあ、3時ぐらいかな。そうですか、11日の3時、わかりました。じゃあそのお時間にじゃあ行って、はい、それでまああのね、当時のことをちょっと聞いたりとか。これって別に有料とかそんなないよね。あー、ないです。材料費とかそんなのそんなのかけたらそんなのないですよ。はい、ちゃんとあのシュークリーム。じゃあ、あなたはそれは趣味でやってるの？そうですね、はい。ただあの番組ってすごい人気があったんで、はい、もうだからあれですよ、その動画に関してはもう何千回とか言ってる、動画に関しては何万回とか言ってるものもありますよ。もうすごい反響を呼んでるんで、だからもうここのお店の取材って、あそこの店の取材ってっつって僕全国行ってるもんで、もうリクエストがあるんで。あの番組はちなみに見てた方ですか？僕は見てたよ。あ、見てたんですか。あの北海、見てたっていうかね、はい、あのこのタルミックってね、テレビ大阪って映りにくいでしょ。はいはいはい、ちょうどそれで、まああれを録画して、わざわざ依頼が来た時に見たんです、その前回、前々回とか。ああ、そうなんですね。あまりにも怒りすぎてる達成者がおられてね、はい、あ、こうなったら帰って、あの逆効果になったんで、はいはい、もう我慢しました。ああ、本当にできない人で。まあそうですよね。まあディレクターに聞いたら2000倍ぐらい、はい、倍率らしくて、はい、もともとそういうね、優れてるぐらいの人やから。そうですよね。その人を、まあ、番組がやっぱり150何百万かで改装したり、チラシ作ったり、いろんなことしてくれるから、はい、まあ、頼ってきとうから、もう依頼心がすごく強くて、はい、奥さんなんか腕組んで見とったんで。そうですよね。なんかもう、もう挨拶に来た時点からもうこのままでは店潰れそうですって。朝も昼もなんかあれ、あ、昼のその本職が終わった後に夜もバイトだから、朝明け方ぐらいから出て、なんか新聞配達だからバイト行きながらとか、なんか寝る時間を惜しんでまで働いてましたもんね、あの人。そう、そんで、そん、はい、で、はい、で、あの達人の佐野さんのところに修行に行ってご挨拶した段階から、もうお店潰れそうなんでこのままでやってて、もう泣きながらお願いして、もう藁にすがってましたもんね。あの時に僕もね、あのテレビで言うと最低賃金記録を言うとったけど、はい、もう君にあのアジアったらもっと低いやろか、2000円ぐらいやったら、はい、1日の売り上げは2000円とか。はぁ、そんな時もあったって、日によってね。あ、なんかだからやっぱりそれで、だから火が立ってるお菓子を売ってて、シュークリームがね、そう、変な味が、あら、吐き出した。お客さんが言ったんですか？言わないですね。今裏話。はいはいはい。ごめん、あの本当落ちなかった。ああ、これはあかんな思ってね、うん、あのそのディレクターはあんとってくれ言ったんで、はい、その前に近づいて人に買ってきてもらったんですよ、はい、お菓子を、はい、それでそれを僕は車の中で味見したんです。はい、それで、まあ、リサーチとかないと、これはどういうふうに教えなあかんかなと。そうですよね。まあ、うちはね、店舗があれから増えて8店舗で。だって、あの段階ですごい店舗数があったじゃないですか。まあ、そうなんですよ。10年ほど前、え、何年前なの？あれが2001年か2000年でしたっけ？あ、そうなんですか。ええ。いや、もう、もうちょっと経ってて。
今は垂水店にいるんですか？今、妙谷店っていうところです。妙谷店、うん、あの、名の谷とか言って妙谷と呼びます。あ、妙谷店にいる。ここは本社です。その、あの、修行したとこ、あの、彼が修行したとこ。あ、はいはい。で、そちら、妙谷店っていうのは兵庫県でいうとどの辺ですか？垂水のあたりとは。垂水区、区なんですね。はい。あ、駅で言ったら、あの、JR 垂水駅から、まあ、タクシーで1200円ぐらい。ああ、そうなんですか。僕はあの、大阪からレンタカー、大体レンタカーで移動する。あ、レンタカーですか。そうです。じゃあ、妙谷インターチェンジ降りて、もう、2分、3分ぐらい。へえ、そうなんですね。近いですね。名の谷インターチェンジ。わかりました。じゃあ、あ、まあね、尼崎のあの店はもうないですけど、ただね、ちょっとあの、まあね、はい、ただ、はい、じゃあ、その2月11日、ちょっと、はい、行って、はい、いろいろちょっと聞きたいと思います。じゃあ、午後3時に行きますので、はい、わかりました。じゃあ、あの、東京の三本です。はい、シナモンもだいぶ減ってるけど、いいでしょうか。あ、大丈夫ですよ、はい。シュークリームは置いておきます。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。はいはい、あ、もしもし、はい。お名前？あ、三つ本です。三つ本さん。はい、そうです。はい。わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。はい、ありがとう。おー、この達人は優しかったですね。さあ、リクエストしていただいた方ね、ようやく答えられます。まあ、達人もこんなにすんなり OK してくれたので、はい、当時のこと、ね、思う存分楽しんで聞いていってください。あとは、私にお任せください。うん、で、僕達人と、うん、その修行に行った達人ともお話ししたんですよ、電話でね。うん、会ったことはないんですけど、まだ、うんうん、まあ、僕明日会いに来ます、うん、達人とは電話でお話ししたんですけど、うん、なんかその達人が言うにはもうなんか10日ぐらい前のケーキを出してるとか、なんかすごいなんかそういう、一切わからない、そういうのを聞いて、うん、なんかそう、もう、まあ、それは行く前に、あの修行に行く前、前だったと思います。あ、そうですか、うん、それはちょっとあの詳細はみんな誰かから聞いてたとか話をしたとかいうのは全くないんで、そういう勉強をしてテレビに出たよって聞いたから行って買ってきて食べたけど、ただシュークリームだけじゃなくて他のものも食べたけど、他のものがまずかったと、うん、あんまりもう一つやなみたいなんで2回とは買いに行かなかった。